皆さんこんにちは。教育会の岡本です。橋代です。前回のかぼちゃ料理美味しかったですね。今日は橋代さんが紹介してくれるんだよね。はい、今日はですねかぼちゃを使ったプリンと、そしてケーキ、あとはニョッキを紹介したいと思いますよ。ニョッキニョッキです。ニョッキはあの団子状のパスタ、でじゃがいもとかで作られることが多いんですけど、今日はかぼちゃを使って作ってみたいと思います。ほうほう、そりゃ楽しみだね。はい、では早速作っていきましょう。民泊料理ならお任せ、かぼちゃプリンの材料、かぼちゃ 200g、 砂糖 40g、 卵2個、牛乳 200cc、 バニラエッセンス適量、カラメルソース、砂糖 75g、 水大さじ4、熱湯大さじ4。では早速プリンを作ります。はい、プリンすごい簡単なんですよ。かぼちゃプリン簡単な、かぼちゃプリン、はい、あのこれはちょっとレンジで温めて皮と綿を取って温めたやつですね。柔らかくしてます。ではもう全部ミキサーにかけます。かぼちゃでしょ、牛乳全部入れるんだ。全部入れていきます。かぼちゃに牛乳に、はい、お砂糖に、砂糖、はい、これに辛いでおきます。卵2個、はい、あ、で忘れてた、バニラオイル、バニラエッセンス、あ、飛び出た、2、3滴、ちょっと香り付けに。蓋をしたらスイッチオンしてください、はい、いいですか。はい、はい、いい色、はい、良いと思います。前回のスープみたいですね。工程は一緒だ、はい、はい、ではこいつをザルってこしていきます。お、いいじゃないですか。はい、じゃじゃん、ほぼ終わりです。お、あとはじゃあ型に入れるだけ。型に入れるんですけど、せっかくなんで今日はカラメルソースを、おー、いいね、チャレンジしたいと思います。はい、ではカラメルソースにはもう簡単、砂糖と水と熱湯なので、熱湯が後でいるので、ちょっとこっちでお湯を沸かしておきます。で、こっちには砂糖、はい、結構な量で、大さじ4、1、2、3、4、水を火にかけます。カラメルって茶色く色だね。焦げの色ですね。ああ、そういうことか。色が変わってきました。なんかお祭りの匂い。綿菓子？
いいんじゃない。もういいかな。いいんじゃない。お、色が急に変わってきた。ちょっと。大変。またね、人が中。目が冷たい。はい。机なく。待って。焦る。やばい。よー。いきますよ、気をつけて。はい、はい、わー怖いね、驚くわ。思わず消しちゃったけど、消していいのかな。あー、びっくりした。はい、綺麗。良いんじゃないでしょうか。いい色、素晴らしい。はぁ、疲れちゃった。じゃあ、とりあえず分けますね。はい、どんな、こんなもんすか。わからない。はい、あとで言う。オーブンの天板に並べます。ここ3、4、2、はい。で、焼くときに、はい、オーブンの天板にお湯を入れるので、ちょいと怖いので、ここでいいですかね。はい、じゃあお湯入れます。はい、いいかな。170度で30分入れます。あとはオーブンにお任せします。はい、かぼちゃのニョッキの材料。かぼちゃ 250g、 薄力粉 50g、 卵2分の1個、無塩バター 15g、 塩適量。ソース、材料、セージの葉5枚またはバジルやローズマリーなど。生クリーム 100cc、 無塩バター 25g、塩適量、パルミジャーノ適量。次、はい、ニョッキです。ニョッキ、はい、ニョッキはかぼちゃ、これもまた同じ、柔らかくしてます。潰します。これで潰してもいいし、あのフードプロセッサーでウィーンとやってもいいです。はい、はい、いい感じでしょ。はい、そしたらまだちょっと温かいうちにバターと塩を一つまみぐらいかな、適当です、入れて混ぜます。はい、はい、混ざりましたので卵、はい、全卵です。はい、1個、半分の量にしてるので2分の1です。あ、はい、そして小麦粉をふるいます。はい、ます。はい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 、一回半分ぐらいで、そのぐらいで様子見ましょう。様子を見ましょう。はい、このあと棒状にするんですよ、これを。なので棒状になるぐらいの、もうちょっと固めるほうがいいのか。あんま柔らかすぎると棒状にならん。なんか前より良さそう。いい感じですか。うん、いいと思います。はい、はい、そして打ち粉をした台にこいつを取り出します。ポイポイ、はい、はい、どうぞ。はい、はい、で棒状にする。あ、それを棒状にするのね。そうですね。もう太さ？どんぐらい？うん、そんなもんだ。あ、なんかちょっと太さ違います？まあいいですかね。ではこいつを
2,3 センチぐらいに切っていきます、うんうん、もうお好みの大きさで良い。あ、潰れる。だんだん大きくなってる。バターなんで。ほんで、うん、味、ソースが絡みやすいように、うんうんうん、フォークの背中でクイッと潰してあげて、ニョッキです。ニョッキのニョッキですよ、まあ、それが生地ですね、はい、結構ジャガイモだとやっぱ白っぽいけど、あ、かぼちゃだと本来はジャガイモでやるやつ、そう、ジャガイモとかで作られてるのが多いのかな。ニョッキって響きがおしゃれじゃないですか。うん、あれそう、はい、ニョッキは何語でしょうか。何語なんだろう。イタリアとか。ああ、パスタかな。これ多分後でここら辺に。そうですね、きっと誰かうまくやってくれると思います。すいません。はい、良いではないでしょうか。容器、それではソースを作るので、まずはバターを中火にかけます。香りが、はいはい、これいいかな、はい、はい、香りがついたら今日は生クリーム、なんでこのジュージュー言うの。これでほぼソース終わりです。あ、もしあのソースが煮詰まっちゃったら、あとであのニョッキの茹で汁をここに加えれば良いそうです。ではニョッキを茹でてきます。ここにポチャンと入れていく。で、浮き上がってきたら茹だった証拠、合図。吸い取んですね。そう。浮き上がってきま、上げていいですか。浮き上がったので上げましょう。はい。上がってきたやつから。上がってきたやつから。はい。はい。はい、全部いいか。はい。いいじゃん。そして塩と。粉チーズでパルメザンチーズ、うん、生のがあったらこうガリガリして入れたら絶対美味しいですよね、うん、で、なじませて完成です。はーい。パンプキンパン粉ケーキ、材料、かぼちゃ、綿と種を除いてくし切り 250g、 みりん大さじ 1/2、 生パン粉 75g、 ベーキングパウダー 4g、 バター 50g、 砂糖 45g、 卵黄1個分、バニラエッセンス適量。お次はパンプキンパン粉ケーキです。パンプキンパン粉ケーキ、はい、パンプキンとパン粉、これあの生パン粉です。ああの食パンをフードプロセッサーにかけてパン粉を作りました。なるほど。生パン粉を使って、うん、これでケーキを作ります。小麦粉とかっていう粉はないんです。ちょっと簡単そうじゃないですか、はい。で、かぼちゃはこれはちょっとみりんを軽く振りかけて、うん、レンジで温めて柔らかくしてますので、私が苦手な裏ごしは岡本さんにお願いします。滑らかにすればいいのね。はい。で、その隙に私はこの生パン粉にベーキングパウダーを混ぜて
よく混ぜます。こんな感じかな。では次にバターとお砂糖と卵黄をここに入れます。はい、卵黄、卵黄、はい、はい、これを入れてよく混ぜます。ここにバニラオイルを入れます。はい、3滴ぐらい。はい、2、3滴均一に混ざったらこれにかぼちゃさんを入れます。はい、裏ごしかぼちゃ、ドン。かぼちゃを混ぜたらね、はい、わあ、いい色しとるな。いい感じです。ほんでここにこのパン粉を入れるんですけど、ちょっとかぼちゃのこの水分量によって調整するので様子見ながら入れます。ちょっと多めに取ってあるから。そんな感じの形でいいんですか？こんな感じで良いと思います。そしたらこれを型に入れましょう。で、型がこうリング型とかがあったら真ん中も火が通りやすいので、それで1個大きいので焼いてもらってもいいんですけど、我が家にはそんなおしゃれなものがなかったので、ちっちゃいカップを、あ、100均とかに売ってるやつ、はい、100均とかに売ってるやつです。で、小さい方がまあ火が通りやすいので。そうだね、大きいやつよりは小さい方が可愛くていいじゃないですか。ちょっとこいつに入れてみたいと思います。ちょっといいな、こんな感じ。なんか結構ギリギリまで入れちゃっていいって言ってました。へえ。で、お好みでかぼちゃの皮でなんか飾り付けしてもいいかなって思うんですよね。いいね、可愛らしいじゃないですか。でもセンスがないんですよね。はい、あ、ひっくり返っちゃったよ。はい、どう焼き上がるかですね。とりあえずやってみましょう。ケーキは実はレンジで焼きます。オーブンじゃないんです。レンチンです。あ、レンジなの。レンジなんです。よいしょ。はい、600ワット7分チンです。あとはお任せします。はい、できましたね。ね、完成しました。ニョッキ、パンプキン、パン粉ケーキ、そしてプリン。はい、早速いただきましょう。では、はい、いただきます。ニョッキから、いきます。いただきます。うん。うん、うん、美味しい。美味しい。ニョッキの、ニョッキにちゃんとかぼちゃの香り、うんうんうん、すごいかぼちゃがしますね、うん、いいじゃん、このソース合うじゃん、うん、ソースに入れたバジルがすごい、あ、いい感じ、いい香りが出てる。バジルで正解でした。正解です。セージの葉を今度見つけたらそれでもやってみようかな。いや、でもバジルもいいよ、ね、うん、ケーキいきますか。パンプキンパン粉ケーキ、パンプキンパン粉ケーキ、岡本さん、これのこの子ですね。ちょっとこれ見てください。哀愁、哀愁のある顔になってる。ね、いい雰囲気です。ちょっと食べるのかなんだけど。よし、いただきまーす。お、なんかケーキじゃん、ちゃんと。すごい。うん。
思ったよりしっとり。おおすごい。うん、おいしい。おいしい。しっとりケーキ。蒸しパン？うん、ちょっと蒸しパンっぽい感じですね。うん、うん、でもおいしいよ。うん、甘い。パン粉で。ね、パン粉でこんなちゃんとケーキができるね。ね、うん、おいしいわ。あとはプリン。プリン。かわいいですね。もうちゃんとプリンできてますもん。うん。かぼちゃがすごい。濃厚。このいいね、かぼちゃのなんか歯触りというか、うん、舌触りがくるね。おいしい。うん。ちょっとこうスイートポテトみたいな感じの。そうね。食感、カラメルが美味しくできてるね、うん、あれで。うん、美味しい。はい、いただきました。美味しかったです。いや、どれもちょっと変わったメニューで面白かったね。うん、そうですね、うん。なかなか普段やらないレシピですが、意外と簡単にできて、うん、とっても美味しいレシピでした。教えていただいた皆さんありがとうございます。早く民泊で来た学生と一緒に楽しめるようになればね、いいんだけどね。そうですね。うん、民泊のことなど詳しく知りたい方はこちら。それでは次回もお楽しみに。